しいやって。やりたい。ゲーム何やってんの？なんかやってる？なんかゲーム。モルプイバズ。あー、さっきハマってるやつ。あれ何がおもろいん？あれ何がおもろいん？ていうかパズル系めっちゃ好きやねん。なんか一時期あれもやってなかった、ね、オセロみたいなやつ。オセロも大好き、うん、でオセロはもうずっとあって携帯に、うん、でキャンディークラッシュしてんやん。あでキャンディークラッシュしてたらレイコちゃんが、うん、それよりもっと面白いゲームありますよって教えてくれたのが、うん、プイバズやねん。あでそれしてたらちょっとモルカーの可愛さにやられて、うん、パズルにハマって、ハマっちゃった。今野菜販売モルカーを当てて。あ、え？何それ？だってちょっとゆうちゃんガチャしてや。あ、したい。したいしたいしたい。こういうのは欲がない人がやるのがいいねん。確かにそれで当たるかもしれんからな、うん、欲しいものがね。明日上映会やね。それでウーカー何分？私10時の人。え？ 10 時からなん？うん。はいや。せいで。はいや。せいで。待って上映会そんな早い？せいでみんな起きてよ。待って。みんな起きて。早すぎ。いいしょ。早すぎ。いいしょ。シンシンだけか。え？中？いいしょ。中時。オンライン話か一度お話ししてみて、来てください。次会ったら来てください。これです。これらしい。なんかモルカ可愛いよな。うん、可愛い。何？ソシャゲって何？ゆうちゃん、ソシャゲ、ソシャゲ、ソシャゲって何やってないの？ソシャゲって何？ソーシャルネットワークゲーム。こういうネットのゲーム。ああ、私ねやらなくなったんですよ。ゆうちゃんめっちゃさ荒野行動ハマってたよな。めっちゃハマってた。ハマってて最近 してないな。消した全部。見てください、私が欲しい、うん、この野菜販売モルカーが欲しいねん。そんなの売ってんねんよ。かわいい。じゃあはい、このガチャ、ガチャ一回回してお願い。じゃあ皆さんに見せる。送信。もう一回、もう一回押して、そこタップ、お願い。おっ、あー、ね、ニューって書いてるやからさ、喜んでや。あ、まあまあニュー、新キャラ。じゃあ、うん、もう一回、今回できへんの？でも、一日一回って決めてんねん。あ、そうなん？あ、お金かかる感じ？いや、これ無償やねんけど、うん、あかんかった。うちらこの日できてたな。何が？一緒に。うん、聞いたけど、この日は、うん、だから、どういうこと？生誕だから、うん、移動できんかったってことね。うん、なんか移動したせいだ、よかったやん、ここに。え、違う、なんかじゃない？生誕やから、みたいな感じだったよ、うん、そうなの？ちょっとマイティに引いてもらう。待って、石田のポジション空いてますけど、誰がやるの？あきでやる感じ。ゆうちゃんそれハケちゃん。私こっちに名前あるねんけど。あ、ほんまや。じゃあジオンがハケ。ねマイティーやるんかーい。え、じゃあいいね。マイティー、ゆうちゃんマジで可愛い。もっと言ってください。あ、そう、あのラングラで勝ち取った2位の景品がネイルのセットやったじゃないですか。あれが届いたんですよ今日。そしたらやるんですよ全然自分でも。やけどコジリンがずっと本当に勉強したいって言ってたから、もうとりあえずコジリン家に置いてしてもらうときにコジリン家にお泊まり行こうっていう計画を立ててます。立ててるっていうか言いました。そうやから爪が伸びたなと思ったらコジリン家行くわって言ってネイルしてもらう。ネイリスト。そうそう、そのまま泊まるっていう。だからめっちゃ頻繁に行くんやろなって思ってる。ネイル伸びるの早いやんか。だからルカも行こうな、うん、こうその日だってちょっと2人とも伸びたなと思ったら、うん、寝るって言ってお泊まりやったすることになりました。お泊まりついでに、はい。そう、かりんちゃん上手いからな。でも人にやってもらった方が絶対綺麗になるから。何？そうで勉強したいって言ってたから、かりんちゃんも。私の今のネイル自分で塗ってんねん、昨日の隙
好きな虫の衣装に合わせて あでもこれ綺麗に見えるな、うん、見えるめっちゃガタガタやろそのこの辺で見たら大丈夫、うん、この辺で見たらちょっとガタガタやけど、うん、ガタガタかわいいキラキラにだからコジリにやってもらう、うん、コジリそういうの好きやからやってもらおう。そうだからうちらの手を使って勉強実験台になるの。そうそう、ね、なってあげる。なるなるなる、はい、開始します。ね、ミルフィーユ鍋したい。あー白菜と。そうめっちゃうまいね。豚肉、うん、めっちゃうまくて。あんま食べたことないあれ。マジでうまいから。美味しい。豆乳とキムチ。豆乳なんや。うん、豆乳うまい。こんばんは下からアングルです。オンライン話し会何話そうか。何話す。お白玉さんありがとうございます。聞きたいこと私いっぱいあるけどな私は聞きたいこといっぱいありますけどね。なんか無理がある持ってきいいな。え、ちょっと支え ゆうちゃんちょっと一人占めしといて、こんばんは。うかファンの方急に現れたらあれうかじゃなくてユーミンってなりますよね。今うかはこのショールームを建てる、あ、携帯を建てる、なんていうの、スタンド取りに行きました。あ、戻ってきた。いや、こんばんは。あ、うーか、あ、ゆうちゃんおはよう。はい、オンラインのそろそろネタが、ネタあるでしょ、いっぱい。やっぱこんだけさ、お話し会やってたらみんなネタないよな、うん、そう、もうゆうかは、うん、なんかそうやっていっぱい来てくれる人とは、うん、今日もランチ楽しもうなって言ってやってんで。ランチ、うん、ちょうどランチぐらいの時間。あ、朝からそっかそっか。なんかあ、ご飯一緒に食べたらいいのにな。あー、そういうの私、うちら無理やん、そんなさ、ご飯あーいや、何してんのとかさ、無理やん、絶対言われんで、お菓子食べながらとかさ、うん、怒られるな。そう、怒られるから、私さ、この間な、うん、めちゃくちゃ、うん、素で、うん、友達感覚で、うん、え、今何してんのって聞くって飲み上げてさペットボトルの水を、そうそうそう、あ、ごめんって言って気許しすぎ。そうそう、気めっちゃ緩んでて、あ、全然いいよって言ってくれたけど優しいな、ほんまに優しい。でもゆうちゃんのなんか席近くでなんか話聞いてたら、うん、なんかマジなんか、うん、地元の友達と喋ってますぐらい。あ、そうやな、うん、結構すごいかも、距離近かったら、うん、距離近い感じ。楽しい。そっちの方がな、あの気楽で話せるから、うん、楽しい楽しい。気緩んでもらえるのはめっちゃ嬉しいなってね。そうやんな。リアルお話し会終わってから彼女のゆうちゃん愛が止まらなくて困ってますってさ彼女の。そう、一緒に応援してくれてんねん。コンサート見に行ってくれた時に私にハマってくれたらしくて、うん、いいや。あー、そう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 、あ、言ってた。そう言ってた言ってた、うん、あ、そう、やめて、裏で言ってるみたいないいじゃないですか。裏で言いました、可愛いなと思いながら言いました。同じ趣味あんな、最高やな。なあ、最高よな、嬉しいよな、うんうん、嬉しい。もっと好きになってほしいな、うん、彼女さんと。あの、大丈夫、嫉妬しひん嫉妬しないほんまや。え、でも嫉妬するってなったらどっちにどう嫉妬すんの。彼女がだから私のこと好きすぎたら構ってくれへんとかさ。あー、彼氏が。でも彼氏めっちゃ DD やねん。あー、 DD なんや。そう、でも彼女さんは私のこと好きらしくて、うん、彼女さんは分からへんけど最近お会いしたから。うーん、そうそうそう、DD の彼氏さん DD やねん。こないだフーアが出てたやんか、うん、フーアと私のうちわを持って、うん、あの自己紹介あるやん、うんうん、で私が上手、フーアが下手やねんな、うん、で最前列に座ってたから、うんうんうん、こうやってなんていうの、うん、あ、これうちわあるやん。こっち私、うん、こっちフーアで顔こっちにして、うん、お互い見えるように、うん、こうしなくていいねん。こうしたらお
互い見れんねん、ここに。そっか、自分の内側横向きやけどな。そう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 、かしこい。それに笑ってしまってでもバレてるやん。確かに見えへんねん、そう見えへんねん、自分の顔しか、うん、そうめっちゃ賢いことしてんなと思いながら、よう考えるな。そう、おもろかった。新しい、お疲れ様です。でもなんかこういううちわとして、なんかファンの人で、だからゆうかとゆうちゃんとか押してるとして、ほんでゆうか、あの最後お見送りかあるやん、バイバイするやつで、ゆうか誰誰ゆうちゃんとかいるときにさ、こううちわ、はい私です、こうやってゆうかーよかったよみたいな、あ今喋られへんけど、こうこうやってやった後にゆうちゃんになったらこうやって、あそう切り替え早いよな、ファンの方だって。だから2枚持ってたら、あそう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 めっちゃ、私たちは見逃してないですよ。そうやね、ちゃんと見てるからね。そうめっちゃでも面白いね、早技やん。いや、ほんまにほんまに早い、すごい早技、ほんまに見つかってないと思ってるかな、もしかして。見えてるんですよ、見えてますよ、うん、いかにバレずにできるかって。バレてるね、それがバレる、バレるんすよ、バレるんですよ。その道のプロやからなやってプロに並んでいい。僕一回後輩と公園行ったらうか可愛いわって言ってたけど、うん、握手とかイベント行く勇気がないって。来てよ、嬉しいよな。だってさ、公園でな、来てくれて、うん、うわあの子かわいいけどイベントな行かれへんって言ってさ、うん、申し込まずにずっと永遠に会わへんままやんか、うん、もったいない、めっちゃもったいないよな、うん、もったいない。ちょっとでも会いたいと思うんやったら絶対行くべきやし、うん、私が逆の立場やったら絶対行くの、うん、人生楽しくなるよ本当に楽しくなるよ、私たちとおしゃべりしたら楽しくなるよ人生楽しみが増えるよ。化粧変えた？お塩作って。今日濃いかな、分からへんねん。今日まつげギャンギャンやな、ね、最近まつげ育ててんねん。ゆうかも育ててる、めっちゃ綺麗、ほんまに綺麗、うん、言うと、ゆうか最近ナチュラルメイクに徹してんねん。いいよ、うん、もうナチュ、薄いなって思う？思わへんかったじゃあできてないいつものうかやなって思う、ほんまに、うん、でももう自分でやってないね。あ、そうなんや。そう、昔は自分でめっちゃなんか目とか濃くすんのが好きやったけど、うん、最近は薄い方が可愛い。ほんま？老眼やから。そうそう、全然薄さでケバくなっちゃう。せやんな、変になるよな、バランスあれしないと。そうそう、で髪も黒いし、最近ブラウンのアイシャドウで、うん、まあ、公演の時だけラメつけて、うん、眉毛もほぼ描いてない、なんか眉マスカラ、毛並み整えて、うん、いいよどんどんすっぴんになっていくそうや、ふうかの顔がどんどんすっぴん、いいや、でもすっぴんでな、かわいい、すっぴんがかわいいやったら化粧してもかわいいよ。そうなりたいですね。大丈夫、かわいいよ、ジュウが。ゆうちゃんも可愛いよ自己肯定感上げてこ上げてこ何だっけ、何言おうとしたっけ。二人のコテコテの関西弁好きやって。関西弁きつない？私たちが喋ったらめっちゃきつない、うん、濃い濃い関西弁、ん、御堂筋イルミンの写真よかった、嬉しい、ありがとうございます久しぶりにリアルで会って改めてめっちゃ可愛いなと思った。ほら、まあ、ったらそうなんだよ。いやでもほんまに直接会うと、なんやろな、雰囲気が伝わるというか、うん、声も多分きっとなんか画面越しやと違うし、うんうん、まあ、背丈とかもなんか、そういうの私意外とちっちゃいねって言われた。そういうのも可愛いポイントじゃない、うん、なんか舞台上やったらあんなでかく見えるゆうちゃんがじゃあ、あの態度が強く見えるやん、うん、それがなんか、あ、やっぱ女の子なんやなみたいな。いや女の子です、なんかわかる言いたいのなんて、あなたたち先に行っても帰れないよポッキーもこれ全部持って帰り、お前持って帰り、あ、そんな入ってる、あ、入ってる、いや新しい袋持って帰ったらいいよなあったらゆうちゃんが食べちゃうから、そうそうそう、いやだ、あかんの、こっちがいちごか
なにこれ、プリンのポッキー食べた。はい、プリッツ。こっちがいい、いちごか普通のポッキーか。緑がいい。みんな食べたんですかね。てっ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 てダイエット？違います。違うないから。ああ、それで、それで。みんなスタッフさんが用意してくれたポッキーたちがやりどりみどりです。11時11分、まだまだ夜の11時11分があるよ。最近ドラマにハマりすぎて、お最近寝られへん。寝てください。寝られないの。うん、お疲れ様でした。バイバイ、また後でね。ゆうかはサイレントをよく見てます。あ、出た。ドラマサイレントいいっていうもんな。うん、そういっぱい見るドラマが頭にすぎて、うん、見られへん。今あと拾われた男も見てる。何それ。なんか芸能界の話。うん、運だけで生きていく新人俳優みたいな。へえ、面白そう。うん、面白い。ねえ、昨日放送やってん、サイレント。なんか毎回悲しくてさ、うんうんうん、泣いた？いや、泣いてはないけど、うん、なんかもう苦しくなる。へえ。親愛なる僕を殺意、ん、親愛なる僕に殺意を、親愛なる僕へ殺意を込めて、込めて。見てるんですよね。見てる。それ覚えられへんね。あれ見てんねんけど、おもろい。面白いって言うよな、それも。と、僕のヤバい妻も見たし。それはめっちゃ前のやつやろ。めっちゃ前のやつで、うん、あ、似てるん。え、見て、見てん。似てる。え、似てる、うん、見てん。あ、見たん。見てん。小島に影響されて見てんな。影響されて見てんよ。思い出えないとさ。次は七人の秘書たち。はいはいはい。秘書、あ、見てたな、七、うん、人の秘書, 秘書、うん、あれ見てる。次はサイレントを見てくださいってありました。うん、見てください。ほんまに見てほしい。こういう景色やね、めっちゃ。あ、ミステリー、ミステリー、ミステリー、うん、とか、なんやろ、ドロドロの、意外と、うん、ドロドロ系、ドロドロ系、人のさ、うん、なんか怖いところっていうか、ちょっとサイコパスっていうか、うん、そういうところってやっぱ惹かれちゃうよな、うん、普段あんまそういう経験しひんから、うん、次どうなんのっていう感じもドキドキしながら見ちゃう。お、それでそれでもっと求めてる。そう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 、もっと来い、もっと来いって。過激、過激。あ、七人の秘書ってあれか、あの女性の、あ、そうそうそう、7人の、あ、そうそう、男性1人いるけど、あー、うん、それ見てます。テレビでなんか映画やる前の物語みたいな、うん、何年かぶりに集まった7人みたいな、あ、そうなんよ、うん、やっててそれ見た。あ、そうなんよ。かっこよかった。常にかっこいいね。戦える女性っていいよな。え、かっこいいよな、かっこいい、ほんまにかっこいい。コジリンとはアニメ全然合わへんけど、うん、こういうドラマになるとめっちゃ合うねん。あー、そうなんや。だから次見終わったら、コジン次何何見てんのって言ってる。好みが合うからな。でもその会話隣で聞いてるけど、うん、でコジリンがじゃあこれ面白いですよって言ってどんな物語なって聞いて、でコジリンがめっちゃ丁寧に分かりやすく説明してくれんねんけど何も理解してない何も理解してないから、もう結局自分で一から 見る見た方が早いわってなって、でその後な、うん、他何見てんのって、うん、でまたそのタイトル出るやんか、うん、それどんなやつとりあえず見てください。もう説明もなし、とりあえず見たら面白いですよって。そう、もうゆうちゃんさ、説明しがいがないのよ。理解してくれへんから。ないねん、ないねん。めっちゃ聞くくせに全然分かってくれへん。そうやねん。
なんかの求めてるの全然違うかった。なんかもっとこうでこうでって言ってほしいんだけど、熱意サラーンって言ってくるから、なんかあんまり惹かれへんねんな。だってこうやって言っても全部理解せへんから、無駄な努力。頑張ってドラッグして、うん、私のためにこっちが、聞くくせにね。お、せいちゃん、ゆうじさん、ありがとうございます。お、こうへいさん、ありがとうございます。え、NAB48 のメンバーで、マディスカ学園みたいなドラマやって、やりたい、やりたい、うん、もう番長誰、大島優子さん役いいなぁ、かっこいい。全然出てこへんやん。ゆうか、激辛がいい。あー、いいなぁ、激辛が好きやった。いいやん、笑い、あれしてるからサイコパスな、サイコパス、いいよ、笑い似合いそう、ほんま、うん、めっちゃ好きやったな。ちょっと怖い感じが、うん、うん、でホルモン部みたいな、なかった。あと、ホルモンやったっけ。ホルモン食べれるよ、めっちゃ。そうそう食べたい、私大好きやね、ホルモン。ずっと焼いててさ、あれめっちゃ好きやったな。ちょっとあそこでクールダウンというか、うん、なんか可愛い、和む。確かに、いや、ロリータのやつをな、年いちた、あ、アノンとか、あ、ケイトとかにやってほしい。見てた、めっちゃ見てた。うわ、チームホルモン、いいな、そういうのやりたいよな。絶対おもろいのに、大阪でやったら絶対おもろいのに、ネミ。うん、確かに関西弁でさ、うん、めっちゃ怖いやろな迫力ありすぎかもしれへん。そうそう、うん、やばいやろな。歌舞伎シスターズ、うわー、懐かしい。はるちゃんとか似合いそう。あー、着物系キムカも似合いそうやな、うん、着物好き、和服好き。もう和服といえば和カポ。あーあ、はい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 、はい、ラッパッパの支店の誰にするさ。うわー、あ、三河は絶対あれやな、渋谷。あー、ギャル絶対。あと誰がいた。キャバスカでさえ怖かったのに。そうなんや、キャバスカ、キャバスカっていう、大阪弁が、うん、あのさくらちゃんとか出てた。あ、キャバ嬢の、うん、知ってる知ってる。怖かった、あれで怖かったらしい、うん、そう、ゆみちとマナティが舞台共演するんですよ。ゆみちと、あ、そうなんよ。そうそう、へえ、あれ、ゆななもなんかめっちゃ、うん、朗読劇誰かとやらへん、 NAB の元 NAB。あー、リナッチ。あ、ほんまやな、3期生。あと誰やったっけ、あともう一人言ってた。あ、ミオン。あ、そうなんや、うん、へー、3期生舞台頑張ってる。うん、お、ベストヒット見てくれてありがとうございます。あと1本で終わります。10時になったら終わります。も私はランキング読みます。皆さん見てくれてありがとうございます。13位ふみかちゃん、12位ちゃみさん、11位しげやん、10位ちなちゃん、13位ツッシーさん、ありがとうございます。8位ひよこさ ん、ありがとうございます。7位みーちゃん、6位森田たけしさん、5位けんぴーさん、4位やまぴーさん、3位南波じゅんさん、2位くりちゃん、1位なつさんでした。見てくれてありがとう。8位しだたまさん、ありがとうございます。7位ファントムさん、ありがとうございます。6位チョコちゃん、ありがとうございます。5位ヒロウカウカムシさん、ありがとうございます。4位マミシバさん、ありがとうございます。3位ウーカムインの発行師さん、ありがとうございます。2位ケンイチアットマークチームエノシさん、ありがとうございます。1位セイちゃん、ありがとうございました。当選された方は支払い忘れずに必ず会いに来てください、はい。私の相手してください。明日は、東京公演の上映会が朝10時からあります。皆さん早起き一緒に頑張りましょう。今日は早く寝ましょう。はい、私は何時からあれ私把握してないの。え、14時、あ、14時、2時確か。え、じゃあ1時
1時か2時かどっちかやったら、うん、こちらも撮る方、私いつも朝早い、そう お話し会も朝からです。はい、私のファンの皆さんはね、いいよ朝活だって朝はヨガできるやん、そうやね、ほんやろ、だから朝活しないとルーカが行動してくれないとみんな起きられへんから、うん、そうか、ちゃんと朝起きてヨガすること、分かった、うん、はい、みんなの、うん、あの生活、何生活リズムを良くします、あ、そう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 、いやマジ最近思う、ほんまに、うんうん、そういうのやっていた方がいい。そうだから言ってたよな、今日ゆうちゃんに。だから朝起きたらしっかり日光浴びてって。そうそうそう。したら浴びへんのよ。夜寝れるからっていう話を。そうだから腰やった？腰痛みを解消するみたいな。ヨガ？うん、ヨガ、うん。腰痛のやつやった。腰痛のやつやった。うん。うん、やった？うん、出したで一緒にやる、やる。最近腰痛がすごすぎてみんなでね健康になっていきましょう、ね、はい、じゃあ、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、またね。